はい、ってことでね、なんか見てきましたけどね、いや、すごかったですよ。すごい、や、あー、イカズマすごいですね。いろいろとあるみたいで、いや、こんな交流館なんかもあるんですね。ただ、とりあえずね、バスの時間はね、確認しようかと。ちなみに、道は細いです。ここ車にバスありますんでね、バスの停留所もすごいですけど、せっかくなんで、ちょっと、江田島の街、ぶらりしてみましょうか。よいしょ。ちなみに、中に売店がありましてね、いろいろとガチンコで書き込みしましたんでね、相当な荷物になってます。まあ、せっかくね、江田島来たんやったら、もう、お土産も江田島のね、もので、で、まあもうね、まあ、広島もね、もちろん、もんじりまんじゅうとかも美味しいですけど、ね、せっかく来たんでしたら、ね、ということで、すごいな。あ、こんにちは。すごいのか、チョコチンが全部やっぱし、海上自衛隊の街って感じですね。こんなとこに、北島ベース。こういう感じで、US ネイビーのね、デザインをちょっと彷彿とさせるやつとかもあったり。道はね、わかりますかね、角度こんな感じなんですよ。相当急です。でも特に何もないんかな。ちなみに、多分これ登ってたところが古高山っていうところらしいですよ。あ、自販機ある。あ、いっぱいの方使っていいんや。車くんのここ。そう。お。はいはいはい。おお。すげえ。ここ車来るんですね。ちなみにね、一日に何回かね、見学のそういう案内があって、まあ、そのガイドの方に従って、ずーっと見て回るという形ですね。ね、その、敷地内を自由にあちこち行って歩いて見ますよってわけではないですね。それは当たり前ですよね。現役の自衛隊の施設の中なんですから。逆に言うと、なかなかないですよね。そういう、ね、自衛官の施設があって、その横にね、観光用の案内施設みたいなのがあって、そこで、ね、見れますよっていうのは聞きますけど。相当な上り坂ですね。ね、そういうのは聞きますけど、本当に、自衛隊の、海上自衛隊の施設の中ですかね、その、ね、教育学校の、士官学校とかがね、入ってる施設だから、ね、その、ガチンコのね、その、兵器が置いてあるところではないってね、とはいえですよ。これが古高山のかな、コブがポツポツってあるような感じのとこ、そうなんですよね。で、教えてくれました。いや、場内もすごかったですよ。ちなみに写真撮影できるところのね、やつは多分あそこの写真を見ながら、説明しますけど、まあね、明治時代の建物とかが結構そのまま残ってるんですよね。見て回ってる方から教えてもらったのは、結局この江田島というのは空襲に合わなかったということなんですね。理由はいくつかあって、まあ海軍施設、ね、確かに当時からこの江田島というのは海軍施設としてあったわけですけど、一つは軍事なんかでも教育施設っていうだけの意味合いだったと。ね。ですね。実質的にここに兵力を配備するとかそういうわけではなかったわけですね。で、呉とかね、広島なんかは原爆を落とされたわけですよね、この辺りですよ。うん、で、その後進駐軍とかがバッと入ってきたときに、その進駐軍が生活できるね、活動する拠点を作らないといけない。でそれ用に、伊田島残されとったと。空襲とかをせずにね。っていうのが一つと、
で、もう一つはこの江田島というのは、明治時代から続く、歴史ある、ね、大日本帝国海軍の、士官学校、ね、幹部候補生を育てる学校であったということがあって、資料とかが、いや世界でも最高水準のいろんな資料が揃っておったと。だから空襲でやっちゃいせずに、その資料を残しておいて、後から接収して、どういう、作戦状況だったのかとか、そういった情報とか全部ね、ここにも集約されてましたから。っていうのを、残しておきたいというのもあって、空襲とかを避けたということなんですって。すごい建物です。めっちゃ細長い。これまさかこの上まで、まずいな。ちょっと、どっかで引き返さないといけませんね。あ、こっちが古高山の登山道。ずっと登っていけるみたいですね。よいしょ。ちょっと、今日はちょっと、やめときましょうか。ちなみに、4キロ。ちなみに、この山道を、自衛隊の方も訓練で登るらしいんですけど、その生徒さんね、学校の20分ぐらい登るらしいですね。相当な山道ですよ。この先ずっと登りますからね。あの上まで行くらしいですから、20分ってすごいですね。木の方にもいろいろあるんだけど、お食事するとなんか、この時間は支度しようか。で、NTT この江田島はあれですね、向かい側、向かい側、あっバス停は向かい側ですね。確かに向かい側にありますけど、今そうですね、一番絞りもおせらか、ちなみに歩道も下手くでもないですからね。ちょっと歩いたりサイクリングとかするのにやはり、道幅は気をつけないといけないですね。あっちに歩道があるのか、あっちにちゃんとした歩道がありますね。渡りましょう。勾配ありますから、やっぱサイクリングにもいいんでしょうね。実際自衛官のね、皆さんの足腰もね、このね起伏で鍛えられているということですから、すごいですね。飲み放題食べ放題、寄り道。バス停出てきた。ただここ結構タクシー走ってるんですね。一番神社前。すごい。渡り方と間違えられてしまった。どうでしょう。これ相当階段長そうですね。試しに行ってみますか。ちょうど30分ぐらい時間潰さなきゃいけませんからね。八幡神社、江田島八幡宮となってますね。
ってみましょうか。うわ、これは相当ですね。おお、これ荷物持ちながら行くとこじゃなかったな。よいしょ。令和元年ですが、そうですね、5月期日ということで、天皇陛下の記念日でですね、まさに今植えたてですね、まさにこれから地方になるようにとね、成長してね、立派な木になっていくね、ことをね、またお祈りしたいものです。新社協、これは天皇陛下ご即位50年法のってことは、これは昭和天皇ですね。あ、伊勢神宮の記念のところのところで式年遷宮の参拝に来ていただいたんですね。ありがとうございます。なぜ何もわかるのかわかりませんけど、でもね、後から作ったやつみたいですけどね、それでも昭和3年です。少しですね、ちょっと好き見ないなんかもあるんですね。ちょっとこれはしかしすごいところに、八幡宮って大体まあ確かに酒の上ってイメージはありますけどね、あの岩清水八幡宮とかね行ってきましたけど、参りしていこうと思いますよ。伝説によると船が江田島の近くを航海している時、海がしけて船頭が困っていると鷹が飛んできて、波静かな海に導くことで船頭が安堵し、それを見届けた鷹は大高い山に飛び去り、その山を古鷹山と呼ぶようになりました。島民は古鷹山頂上に島の守り神として神社座を創建しました。これが、三鷹神社の始まりと言われております。その後、切り口沖かなを通る船が古鷹山に近づいた時は神様に敬意を表すために船の方を下ろしていましたが、これは大変だということで麓の小高い丘、後の八方園に移しました。明治19年7月、海軍兵学校の移転工事による買収に伴い、三鷹神社は江田島八幡神社現江田島八幡宮に預けられ、明治32年ねえ中里久山向かみに移転。あ、
こんにちは。どこまで読みましたっけ。明治22年中里区の山の神に移転、その後の祭礼の夜、火災により社殿を焼失し、再び、田島八幡宮に合祀されました。で、三鷹神社は、関係者の孫と7年余りの努力により平成18年この地に、工事されて中に入っとったんやけど、それを古鷹神社として再建したのがここなんですね。なお旧、三鷹神社の跡地は海軍兵学校移転後、定員となっていました。昭和3年11月23日、昭和天皇ご来店式記念として八宝園神社が旧海軍により同庭園に創造されましたが、昭和20年8月、太陽戦争の終戦に伴い進駐軍の手に渡ることを恐れ、旧海軍により、取り除かれましたと。はあ、そうなんですね。そんなすごい良いな古坂神社ですね。そうや、乗ってきたフェリーも古坂って、名前でしたもんね、艦名が。すごいな。いや、すごく良いな。これなんかすごい美しい、名物文化交流記念、いろんな記念のやつがありますが、この石森はそうですね、昭和3年に建てられてるんですね。これはこの石とそうですね、原文、原文これ35年か、原文っていつや、江戸時代かの中期くらいですよね。すごい、これはすごい、そんな由緒あるね。そうですね、こうやって原文の時に書いといたら、こっちもそうですね、35年。原文何年って その時に書いといたら、こうやって何百年後とか見て分かるわけですからね。そこにこれ降りるのか。でもそろそろ降りてかんと、これ落ちるの怖いな。これは全然景色いいかなと思ってちょっとそれは期待してたんですけど、気がすごいんであまり見えなかったですね。50周年記念所こんなところになったんですね。すごいな。何ですか、踊り場が全然ないですよね、ここの人。多分江戸時代の作りそのままなんでしょうね。ひたすら江戸より前の可能性だってありますからね、この程度のところは。そうですね、さっきの古高金神社がそういう由来でってことですけど、この八幡宮でしたっけ、八幡宮自体はそれより前からあるんですもんね。きっとこれ私の想像ですけど、歴代の士官学校の皆さんきっとこれ登らされたしてるんじゃないですか。ここから来ますよ。江田島八幡宮ね、いやすごかったですね。今度は見ようと思います。ご視聴ありがとうございました。